8月丸日、今日は何もない、素晴らしく退屈な一日だった。夢を見て目が覚めて、その思いにゆらゆられ、うだるようなとろけそうな誰かが死にそうな空、人一人癒しないファーストフードの片隅、夢の続きに思いを馳せて、待ちゆく子供が楽しげにはしゃぐ、そういうとこだけどっちでも変わらないんだな。それじゃまた明日、そんな言葉かけ合った、あいつらはきっとまだ何も知らずにいるんだ。前向いてよそ見して、変わらず無敵のままで、今という時間のその全て、それが無限に続くだけ。今日という日のその向こうに明日が来ることを知っても、それで何が変わっただろう。不思議なことなど何もない。退屈な一日だった。振り返り大通り、大画面に映る文字、つまらない意味のない終わる時代の残影、ありきたり流行り捨てり、何もかもバカバカしい、誰も気にもしてない気がする。楽しげにはしゃぐ、そういうとこだけどっちでも変わらないんだな。私よりより無敵、なんという相対性、愚かしさ浅はかさ、なおあまりある強さが、そう少し煩わしい、そしてどこか恐ろしい、心のどこかにかするように、その重さだけ耐えがたい。たとえ昨日を見据えても、どれだけ後ろを向いても、赤羽の流れのように前に進んでいくだけなのか。そんなの意味などないんだと空に
してこの自分だけ